ピーピッピッ、サクピです。よろしくお願いします。パーソナルな月曜日、今回は自分語りということで、私の大好きな作品ドラクエについていろいろ語っちゃいます。まずは私とドラクエの出会いについて話していきたいと思います。まずドラクエで一番ドハマりしたシリーズがドラクエ10っていうオンラインのシリーズなんですけど、お母さんが結構ドラクエ好きだったのであったんですよね、うちにゲームが。その中でもドラクエ9の星空の守り人っていうのがあって、それをすごくやり込んでいた記憶があるんですよ。でも結構ちっちゃかったので私もあんまりちゃんと内容覚えてないんですけど、そのドラクエ10が2015年くらいに 3DSのやつを発売するっていうので発表されてて、で私その時オンラインゲームとかやったことなかったし、ドラクエ10もオンラインじゃなくて普通の新作だと思ってやり始めたんですよ。で初めて Wi-Fi だったりをつないでオンラインゲームとしてやってみたんですけど、なんと 3DS だとうまいことね、やっぱり回線がつながらなかったりエラーが出ちゃったりで、全然、ね、満足に遊ぶことができなかったんですよね。その時はやりたいじゃないですか、せっかく買ったしドラクエだし、やったことない、やっぱプレイしたことないストーリーだったのでやりたいと思って、その時に初めてノート PC かなんかでオンラインゲームを初めて触ったのがきっかけでした。中学校2年生くらいだったと思うんですよ。もう本当にハマっちゃって、朝から朝までやってたくらいなんですよね。本当にプレイ時間をねちゃんと確認してきました、ドラクエ10の。最近は本当に全然してなくて、それで1143時間プレイしていましたね。やりすぎ。そうなんですよ、それ以外のゲームも結構やるんで、やっぱ見るんですけど、やっぱ1000時間超えるってなかなかないんですよね。このゲームは本当に中毒性があるなと思っていて、一度ハマると本当に抜け出せないし、未だにずっと更新され続けてるんですよね。バージョン3みたいな、1,2,3 があって今6まで出てるんですよ。でストーリーが更新されていくのもまた魅力ですし、やっぱ職業が増えていくんですよね。やっぱドラクエの中での職業って一番重要といいますか、始めるにあたって何の職業にしようっていうのがまず最初に思い浮かぶくらい大事なことだと思うんですけど、私はね最初は魔法戦士っていうものがありまして、それを使っていたんですけど、オンラインゲームって一つの職業を突き詰めるよりいろんな職業を使えた方がみんなと一緒にゲームできるんですよっていうことに気づいて、途中からいろんなやつを使い始めるようになって、でその時に初めてなんかカードボスみたいなのがいて、でそのボスに行くにはこの職業とこの職業とこの職業とこの職業みたいな決まってたりするんですよね。でその中に絶対いるやつ、わかりますか皆さん、僧侶なんですよ。回復、もうこれだけは本当に絶対に必要じゃないですか。なので私が僧侶をしたらみんな連れてってくれるんですよ。友達が連れてってくれるから、だから僧侶に切り替えて、もう完全に僧侶一本で行くようになって、でもう僧侶を極めたら回復魔力みたいなのもあったりするので、その回復魔力つながりで僧侶の次はなんだっけ、賢者。賢者も一応回復魔力がね結構必要なやつになってくるので、それつながりでじゃあ賢者にしようみたいな、賢者の装備を買った、じゃあそれは次はもう魔法に使えるからみたいな感じで、もうどん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 幅を広げて、結局全部の職業50レベル以上とか取んないとパッシブみたいな感じの効果があって、その その職業のみのレベルを上げるとその職業めっちゃ強くなるじゃないですか。でも50レベルまでは自分の全体の体力とかもプラスになるよみたいな効果があるんですよ。でそれを全部取らないとやっぱり HP とかが上がらないというので、結局全職業をレベル50以上にはしないといけないっていうのがあって、もうすごいやり込みましたね。もう私本当にレベリングが好きで、こういうのやり始めると本当に止まらないんですよ。であとドラクエ10のいいところは課金ができちゃうわけなんですけど、その課金の内容がドルボードっていう乗り物があって、でその乗り物が課金すると魔法の杖だったり、今だったら4人乗りの車とかあったりするんですよ。あと魔法の絨毯とか、なんかそういうねちょっと可愛い要素のやつが課金で買えちゃうわけですよ。
買っちゃうじゃないですか、そんなの買っちゃうし、ドラクエ10って結構見た目変えれたりするんですよね。それこそ髪型、目、あと輪郭もだし、顔も変えれるし、服もだいたい装備をするってなると強さ重視になるんですけど、見た目を どっちを取るかみたいな感じだったんです、今までって。でもドラクエ10はめちゃめちゃ強い装備をつけてても見た目だけ変えれるっていう機能がありまして、その見た目を変えれるということは、やっぱその見た目用の装備も課金で買えるわけですよ、買っちゃうわけですよプラスあのハウジングっていう機能もありまして、そのハウジング機能がね、もうこれがもうまた沼で私はもう本当にハウジングにドハマりしてしまって、家の見た目もまず変えるんですけど、その中の家具とかも変えたりするわけですよね。そういうのもあって、もうすごいそこにお金をつぎ込んで、もう私好みのとっても素敵なお部屋が出来上がりました。あのツイッターでね、本当に自慢したくてたまに動画上げたんですよ。1回2回くらい多分上げたと思うんですよ。何回見てもいいんですよね、自分の部屋が本当にあのオルゴールもあって、でそれがいくつか何種類かあるんですけど、その中の私の一番好きなオルゴールがあって、それもセットしたりして、めちゃめちゃ BGM もね本当に素敵で、しかも部屋の暗さも変えれちゃうから、私はもう真っ暗にして、星空のモビールみたいなのがキラキラするやつがあるんですけど、そういうのバーっていっぱいつけたりして、めっちゃキラキラにしたりして、で床下水槽があるんですよ皆さん、これ一番大事、本当に床下水槽っていうのがあって、床下水槽にすると大型の魚が入れられるんですよ、床下に。私の床下には今もう古代魚と恐竜とジンベエザメが泳いでますなんかそのくらい本当にね、自由度が高いんですよね。それこそシーラカンスだったりラブカだったり、もう私が絶対好きだろみたいなやつがたくさんいらっしゃる。もうそれをコレクションするのがもう本当に大好きで、たまらなく楽しかった記憶があります。マニアックなところをねついてくれるのが、もうドラクエ10はさすがだなって感じでしたね。あと一時期タラバガニ、ズワイガニかなんかで論争があって、ドラクエの中で追加されたやつの足がなんかこんな感じだったんですよ。でもあのカニのガチ勢の人が、いやちょタラバかズワイか忘れちゃったんですけど、タラバガニズワイガニはこっちじゃなくてこっちですみたいなガチの論争があって、それはね未だに覚えてるくらい強烈でしたね。あとはですね、やっぱストーリーがとっても素敵です。ドラクエは何回も泣きそうになったくらいめちゃめちゃいいので、特にねバージョン2、バージョン2の中にある子供しかいない村みたいな、逆か、子供がいない村みたいな感じの村があって、もうネタバレになるからちょっと言えないんですけど、そこのストーリーがもうめちゃめちゃ好きでしたね。あそこは本当にもうちょっと本当に泣いちゃったくらいには好きです。あとやっぱ BGM も相まってとっても素敵です。もしねまだやってない方いらっしゃったらね、あのオールインワンパッケージというものがございます。バージョン1からバージョン6までもセットで買えるものがあるのでね、ぜひ買ってプレイしてみてください。でも最近でもやり始める人結構増えてるんじゃないかなと思ってます。声優さんとかも結構追加されてきていて、そういうのもあって、いまだに本当に現役でね、あの更新されているので、ぜひぜひやってみてください。もしかしたら私もいるかもしれませんはい、ということで私の大好きな作品ドラクエについて語りました。共感した人も、初めて知って興味が湧いた人も、ぜひコメントに書いてみてください。